類です。前回は母音の最も基本的な6つについて勉強しました。あ、お、お、い、う、ゆの6つです。皆さんマスターできましたでしょうか、まあ、この6つはそんなに難しくないので、ぜひマスターしていただきたいですね。で今日はですね、詩音のまあ、 一番簡単な8つについて勉強したいと思います。まずは、ぼ、ぽ、も、ふの4つです。まあ、これは全部日本語にもある発音なので、もはや勉強するまでもないなんですけど、まあ一応、この F が日本語と違って、こう、 唇を噛んで発音します。そこは注意してください。ふーふーです。唇を噛んで振動させます。では、ぼーからいきますね。ぼーで、最も、まあ、簡単な例というと、ばあば。ばバばーバーという単語がありますけど、お父さんという意味ですね。で、次に、ぽー でよく使うのが、パーという単語なんですけど、これは何々が怖い、何々が苦手という意味なんですけど、例えば、えっ、ー、と、パヘイ、パヘイ、これは暗いのが苦手という意味で、例えば、パグイ、これは幽霊が怖いという意味ですね。 例えば、パー、做不好。何々がうまくできなくて心配だという意味です。で、このバーバーなんですけど、まあ一番こう、ニュートラルな言葉で、まあ尊敬語尊敬語でもなければ、謙常語でもない普通のバーバーです。 で、もうちょっと正式的な、えっ、ー、と、言葉としては、日本語にもあるように、父親ですね。プーチン。これだと結構正式ですね。で、下に、ママっていうのがあるんですけど、無親っていうのがあります。無親。パパババが対応するのがプーチン。ママが対応するのが無親。 まあ母とママが対応していて、父とパパが対応しているのと同じです。で、次に、ファ。ファなんですけど、これは何々を配るとか、えっ、ー、と、何々し始めるみたいな意味なんですけど、日本語にもあるのが、発射、発射する。 これも中国語で、ファチョって言います。で、または、例えば、ファ水呉。これが果物を配るという意味ですね。例えば、ファチェン。お金を配る。つまり、給与とかを支給するという意味ですね。 あとは、例えば、ファ・ピーチ・チ怒るという意味です。怒りを発するで怒るという意味です。はい、で、この4つは結構簡単なので、もうし次に行きましょう。次は、ド・ト・ヌ・ルの4つです。 こういろいろ例がありますね。発音していきます。まず、ど。まあ、日本語のだ行に相当しますね。だ、ど、で、ど全部一声だと、だ、ででど、ディ、です。で、これはなんかいろいろ。だ、ど、で、ど これだとあまり意味をなさないですけど、一応多分いろんなイントネーションを、まあ、例としてあげてみただけだと思います。だ、て、り、ドです。で、次は日本語の他行に相当します。タ・テ・ィトゥで、このイントネーションに従って発音すると、 た、て、て、と同じく意味のなさない発音です。次、日本語のな行に相当します。な、ぬ、に、ぬ、にこれに従って発音すると、な、ぬ、に ぬ、に。で、次、ら行ですね。ら、る、り、る、り。ってくらい従って発音すると。ら、る、り、る、り。るというのはロバです。 これはちょっと難しいですね。ちょっと読んでみましょうか。轻轻跳，小兔小兔轻轻跳，小狗小狗慢慢跑。要是踩踩疼小青草，我就不跟你们好。もう一我きます。轻轻跳。 小兔小兔轻轻跳，小狗小狗慢慢跑。要是踩疼小青草，我就不跟你们好。これの意味がですけど、轻轻轻轻っていうのは軽くという意味ですね。跳跳は飛ぶ、軽く飛んでねっていう意味ですね。 これ小兔、小兔はウサギちゃんですね。小っていうのは小さいという意味ですけど、小兔は小さいウサギ、つまりウサギちゃんですね。中古よく何々ちゃんって言いたいと表現したい場合は、小を最初につけます。ウサギちゃんが軽く飛んで、ワンちゃんがゴこゴっというのはワンちゃん。 いるんですねで犬もまあゆっくり走るパオというのは走るで芝生ちんさ草とか芝生とかという意味ですね芝生を炒めたら絶好するよみたいな意味ですね はい、一通り発音しましたが、もう少し一応例を挙げて練習しますね。まず、た。たというのは大きいですね。例えば、たしゃん。造産です。で、次は、と別これは特別という意味もあるんですけど、 とてもという意味もあります。例えば、特別好、とてもいい。特別だ。とても大きい。特別にとても痛い。まあ、日本語の超何々に相当しますね。で次、な。それという意味ですね。例えば、 なーべそちら。なー人その人。な、まあ、は正式な発音なんですけど、普段の会話だと,と、ねいとかと発音しますね。ねいがれねいべねいが、ねい。で、最後に、る。これは、笑うという意味ですね。 今日は以上です